KO 仕掛け人ロイヤル小林が今夜仕掛ける相手は世界ジュニアフェザー級チャンピオンパナマのリゴベルト・リアスコです。ボクシングファンの皆様こんばんは。今年新設されたジュニアフェザー級初代世界チャンピオンパナマのリゴベルト・リアスコに日本の強打者ロイヤル小林が挑戦する世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ15回戦を蔵前国技館からお送りいたします。解説はおなじみのスポーツ日本新聞社後藤秀夫さんです。後藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。世界チャンピオン不在の日本にとりまして最も期待される一人ロイヤル小林がフェザー級から1階級下げ2度目の世界タイトル挑戦です。そしてチャンピオンのリアスコにとりましては3回目の防衛戦になります。まもなく両選手が入場してまいります。さて挑戦者コーナーの堂谷さん、はい、朝の計量の時はいかにも減量したというようなカサカサの肌をしていたリアスコなんですけれどもね、はい、ホテルに帰ってからなんと1キロのステーキとですね野菜果物フレッシュジュースなどを取りまして現在はそのせいか肌のツヤがだいぶ回復しております。そうですか。控室ではですね、オイルマッサージを入念にした後、なるべく体を動かさないようにということで横になっておりました。そうですか、はい、さあ両選手が登場してまいりました。 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ15回戦チャンピオンがパナマのリゴベルト・リアスコ、そして挑戦者日本の JRJ 国際所属ロイヤル小林です。あ、後藤さんあれですね、今月の27日金沢で日本で初めてのウェルター級の世界タイトルマッチが行われますけれどもチャンピオンですね。そうですね、今登場しました。はい、チャンピオンね、背広を着ている選手です。あ、辻本選手です。その前が辻本対、ホセ・クエバス。このクエバスも19歳で、すごいですね。いいですね、はい、今リング上で挨拶を行いました。今月の27日金沢の実践倫理体育館で行われる日本世界ウェルター級タイトルマッチのチャンピオンと挑戦者がリング上で紹介されました。この放送は蔵前国技館から生中継でお送りしております。今リング上では歴代のチャンピオンが激励しています。 WBC の世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ15回戦、後藤さんこの試合どうご覧になりますか？これはね、はい、ボクサー対ね、ファイターの対戦でね、まあ、リアスコのテクニックか、はい、小林のパワーか、はい、まあ、対照的な戦法をする選手の対戦だけにね、まあ、当然自分のペースで戦ったものが勝つでしょうね、はい、まあ、ロイヤル小林もですね、減量が非常にきつく、はい、またチャンピオンもですね10キロ以上の減量ということで、はい、この辺はどうですか？そうですね、まあ、減量の両方とも減量のね、はい、苦しみ同じような、ね、減量をやってますがね、落とし方がだいぶ違いますね。そうですか、まあ、減量の落とし方では、やめ方の落とし方ではね、はい、小林君の方が、ね、うまく落としましたね。そうですか、まず第1ラウンドのその減量作戦ではロイヤル小林のノックアウト勝ちということになりますね、ここで、国歌の演奏であります。はじめにパナマ国歌です。パナマの生んだパナマボクシング史上9人目の世界チャンピオン、1952年11月19日パナマ市内で生まれました。今年23歳です。4月3日ワルインゲ中山を破りまして世界ジュニアフェザー級初代チャンピオンになりました。今日が3回目の防衛戦になります。中南米の選手には珍しくおとなしい非常に物静かな青年であります。Thank you.
いただきました。続きまして日本の国歌君が代です。では君が代を弾くことができませんでした。プロに入って何回もチャンピオンになって何回もこの日本の国歌君が代を聴きたかった、こう言っておりましたロイヤル小林。今日が世界タイトル2度目の挑戦になります。これまでチャンピオンのギアスコは5割2分2厘のノックアウト率、一方のロイヤル小林は20勝のうち17のノックアウト、8割5分のノックアウト率を誇っています。今日のウエイト挑戦者小林が122ポンド 55.34 ジュニアフェザー級リミットいっぱいであります。チャンピオンも同じ122ポンド WBC の世界ジュニアフェザー級8位、今ボクシングコミッショナーからコミッショナー宣言が行われました。さあこれからリング上では両選手の紹介が行われます。緑色に白いベルトラインを縁取りました挑戦者の小林、紺のトランクスをつけましたチャンピオンのリゴベルト・リアスコです。世界チャンピオンリゴベルト・リアスコです。挑戦者 KO 仕掛け人ロイヤル小林です。レフリーがアメリカからやってまいりましたジェイ・エドソン、そしてジャッジがパナマのアモディオ・セデニオ、そして日本の吉田優作、今リング上で試合前の注意を受けています。 WBC のルールによりまして10点砲、そしてフリーダウン、1ラウンドのうち3回あるいは4回でもダウンをしてもノックアウト、相手のダメージによってノックアウト、試合終了を宣しないというフリーダウン製、そして6オンス日本製のグローブを使います。さあレフリーの声で両コーナーに分かれました。まもなくゴングです。今ゴングが鳴りました。 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ15回戦今始まりました。褐色の肌をしました長身のチャンピオンリゴベルト・リアスコ、軽く左を出しましたチャンピオンです。
ロイヤル小林も細かいパンチを出します。ボディへ持っていきました。チャンピオンのリアスコです。左、いきなり左を見せました。チャンピオンです。1ラウンドはじっくりと相手を見て、2ラウンドから積極的に出ていくと言っておりました挑戦者のロイヤル小林です。一方のリゴベルト・リアスコは最初はアウトボクシング、相手の出方によってボクシングを変える、こう言っておりました。今年の4月にチャンピオンになりまして、早くも3回目の防衛戦になります。チャンピオンのリアスコです。お互いに左を見せました。後藤さん、小林の左はいいですね。今日はいいですね、はい、落ち着いてますよ ね非常に落ち着いていますロイヤル小林。何か三好さんのレポートにもありましたけどね、昨日の記者会見でもそのまるで普段の試合と変わりませんと、世界タイトルやるような別に気負いもないし、気分的にリラックスということを言ってましたけど ね、 そうですね。あとはそのカットならないことでしょうね。そうですね、はい、小林が左、そしてチャンピオンが顔面を狙いました。あっとちょっとリアスコの肘がロイヤル小林の顔面に当たりました。口のあたりに当たりました。打ち下ろすようなパンチです。チャンピオンのリゴベルト・リアスコ、この9月25日に日本にやってまいりました。日本には3回目の来日であります。49年に2度来日して、今度はチャンピオンとして3度目の防衛で日本に来ております。よく相手を見ています。ロイヤルの左です。ロイヤルとしても後藤さん、速い左をなんとか入ってもらわなければいけませんね。あれをどういうふうに封じるかですよね、はい、ファイトできませんからね。あれそうですね、リーチそして身長で7センチ上回っています。チャンピオンです。これ第1ラウンドのゴングが鳴りました。後藤さんの採点10点高で10対10のイーブンになっています。挑戦者のロイヤル小林です。これまで22戦して20勝2敗20勝のうち17のノックアウトを記録しています。ノックアウト率8割5分。挑戦者のロイヤル小林です。第1ラウンドはお互いに左を使いまして、相手の出方を伺いました。いよいよ小林の言っている小林陣営の第2ラウンドから積極的に行く、その第2ラウンドに入りました。後藤さん、チャンピオンはですね、練習でもその、はい、足をほとんど使いませんでしたけれども、はあ、やはりね、足使ってますよね。そうですね、いい足してますよ、はい、非常にフットワークがいいと言っておりました。これまで対戦した丸いんげ中山です。その4月3日に対戦しました。またやりましたね。頭持ってきますね、はい、危ないですね。その丸いんげ中山がですね、まあ、パンチ力ではスーダンロイヤルが上だと。それでリアスコもですね、減量区でそれほどスタミナがないんじゃないか、ですから中盤以降ですね、勝負をかければロイヤル小林に、勝ちのチャンスが十分あると、こう言っておりました。フットワークを使って回り込みます。チャンピオンのリアスコです。ちょっとロイヤル小林の腕を抱え込みます。チャンピオンです。ロイヤルの作戦として後藤さん、昨日ですね、はい、まあ、クリンチをすれば非常に疲れるんで、はい、なるべく避けたいということを言っておりましたけども、ちょっと多いですね。多いですね。でね、
っついた時にね、はい、頭をね持ってきますね。そうですね、これは危ないですよ、はい、ほら今もそうですね、やってますね、はい、右のボディから打ちながら低い頭、今レフリーのジェイ・エドソンから注意を受けました。この後藤さん、レフリーのジェイ・エドソンも日本でもう9回目だそうですね。おなじみですね、世界大会のレフリングは。いきなり左から飛び込みました挑戦者の小林です。ちょっともつれる場面が多くなっています。第2ラウンドです。第1ラウンドは10対10のイーブンです。 WBC のルールによりまして10点砲アッパーを突き上げますロイヤルです。ロイヤルの鼻のあたりがちょっと赤くなりました。ロイヤル後藤さん、よく鼻血を出すようですね。そうですね、はい、練習でもだいぶ出しておりましたけれども、まあ、癖なんでしょうけど ね、 そうですね、もうこのぐらいの、ね、キャリアがあれば鼻なんかもう枯れてるわけなんですよね、はい、ロイヤル小林は背中もうびっしょり汗をかいています。一方のリアスコはそれほどまだ汗はかいておりません。左、右、ロイヤルの左から右が決まりました。ここでゴングです。第2ラウンド終わりました。後藤さんの採点では10対9、挑戦者のロイヤルが取っています。豊かな味わい、いい朝、いい一日、世界中どこでもネスカフェ。これまで33戦して23勝6敗4引き分け、23勝のうち12のノックアウトを記録しています。ノックアウト率5割強を誇っていますチャンピオンです。さあ第3ラウンドが始まりました。後藤さん、第2ラウンドその終わる間際のロイヤルの攻撃良かったですね。 あれ来ましたね、はい、ね、あれがいいですね。あの角度もいいですよ、はい、大振りしてませんからね。そうですね、また頭を持っていきましたチャンピオンです。ちょっと場内から非難するような声が上がっています。ロイヤルのいい攻撃が続きます。しかし中に入りますとすぐ相手の腕を押さえますチャンピオンのリアスコのボディブロー。はい、いいボディブローですね。このボディーブローを後藤さん使いますとリアスコとしても後半その足が止まるんじゃないですか。そうです、止まりますからね、チャンスですよね。今のは来ましたね、はい、第2ラウンドは後藤さん放送席の採点ではワンポイント挑戦者のロイヤルが取っています。第3ラウンドもロイヤルのいい攻撃が続いています。日本のボクシング界世界チャンピオン不在の中で最も期待される一人、挑戦者のロイヤル小林です。非常に低い姿勢を取りますチャンピオンです。頭を持っていきます。ロイヤルの左手を抱え込んでいます。また場内からちょっと非難の声が上がりました。後藤さん、こうやってみるとそのクリーンファイターじゃないですね。いやー、汚いですね。ちょっとね、汚いですね。あっと、ロイヤル右、大きな右、空振りです。あの後はちょっと危ないですね。危ないですよね、はい、ちょっとカットしたが大振りのパンチが出ました。ロイヤル小林です。右、ロイヤルが入ってくるところ、ボディーブローを見せましたチャンピオンのリゴベルト・リアスコです。またロイヤルの腕を抱え込んでいます。
長身のチャンピオンが身をかがめるようにして頭をつけます。8月1日に2度目の防衛戦、韓国の連闘金と釜山でやりました。その時は判定一旦はリゴベルト・リアスコに上がりましたが、結局観客が騒ぎ判定が覆され、2点3点しまして、またチャンピオンとして認定されております。おっと左、いいパンチが入りました。ロイヤルの左のフックです。この手を抑えられるとロイヤーとしてもその後2発3発が出ません。完全なホールドですね。そうですね、これはやっぱり注意しなきゃいけません、ね、はい、しかも頭をつけています。ここでゴングが鳴りました。第3ラウンド終了です。第3ラウンド終了しました。このラウンドも後藤さんの採点では10対9、ワンポイントロイヤル小林が取っています。秋桜カップ詰め新発売。さあこれから第4ラウンドに入ります。右がチャンピオン、そして左がロイヤル小林です。後藤さん、体格表を見ますとですね、はい、やはり身長リーチともに大体7センチ強チャンピオンの方が長いですね。そうですね、それとノックアウト率がチャンピオンが5割強、一方のロイヤルがですね8割5分と、これは圧倒的に挑戦者ですけれども、今第4ラウンドが始まりました。後藤さんの採点では第2ラウンド、第3ラウンド挑戦者のロイヤル小林が10点高で1ポイントリードを取っています。またレフリーのジェイ・エルソンから注意を受けました。チャンピオンのリオベルト・リアスコ、また入った、左ですね、今のいいパンチが入りました。ロイヤルのいいパンチが入っている。さあ挑戦者ロイヤルのチャンスです。懸命に腕を抱えて防戦します。チャンピオンです。頭を引きつけました。低い体勢に入りました。いいパンチが入っています。さあロイヤルの左、また入りました。顔面を浅く捉えました。ボディブロー、いきなりボディを持っていきました。ドスンというパンチが音を立てました。挑戦者のロイヤルです。非常に後藤さん、ロイヤル落ち着いてますね、リラックスしてますね、はい、いいですよ。また抱え込みました。チャンピオンです。リングの中央に戻るように、そういうジェスチャーをしました。ジェイ・エドソン、レフリー右、しかし一発当たってもあれですね、クリンチされますとなかなか次のパンチが出ませんね。フォローできませんからね、はい、苦しいところですね。低い姿勢から打ちます。両選手です。お互いにボディを狙っています。石島さん、はい、あのクリンチされますとね、はい、やはり身長差があるので上からかぶさってくるような感じになるんでね、あの非常にあの挑戦者コーナーはこのクリンチを嫌ってますね。そうですね、あの、はい、抑えられるのは非常に苦しい。そうですね、そうですね、まあ、後藤さん、その苦しさが後に出てこなければいいんですが ね、はい、身長がありますからね、はい、体重をかけてくるんですね。そうですね、そうするとね、やはりどうしても疲れますよ、はい、まあ、それとこれがずっと続きますとカットするという場面もなきにしもあらずですからね。そうなんですよね、それだけ心配ですね、まあ、はい、冷静に戦ってほしいですね。ロイヤル小林、現在のところ2ポイント後藤さんの採点でリードしています。試合は第4ラウンドです。また右、浅く入りました。浅い右が入りました。挑戦者のロイヤル小林です。頭をつけ合っています。ここでゴングが鳴りました。第4ラウンド終了です。第4ラウンド
後藤さんの採点は10対8、2ポイント、このラウンドだけで差がついています。第4ラウンド終了です。サントリーのオレンジ50、もうお飲みになりました？私言います母さんに、オレンジ50、もういっぱいサントリー。中身今時100円。さあこれから試合は第5ラウンドに入ります。後藤さんの採点では前半で早くも10点4ポイント、チャンピオンの挑戦者のロイヤル小林がリードしています。ああいいですね、右アッパーですね。そうですね、第1ラウンドから終始ヘディングあるいはホールドを注意されています。チャンピオンのディアスコです。まあ、チャンピオン自身ですね、相手を見極めてそのボクシングをするということを言っておりまして、私どももですね、そのチャンピオンが非常にこう足を使うと、あのアウトボクシングが得意であるということを聞きましたけれども、それほどその際立った足はないみたいですね。足はありませんね、はい。まあ、疲れていることもあるんでしょうけどね、打ち合いを、まあ、打ち合ってますね結構ね、はい。これはやっぱり疲れてるからスタミナが持たないと思ったんじゃないんですか。そうですね、もともとこのジュニアライトの世界ランカーで、フェザー、そして、現在のジュニアフェザーと、2階級落としてますよね。そうですよね、ロイヤル小林もフェザー級から1階級落としてだいたい 1.8キロ、フェザー級のポンドより 1.8 キロ4ポンドほどを減量しています。後藤さん、ああいう体勢になった場合のですね、はい、まあ、小林の戦法といいますとね、どうなんでしょうかね。やはり回さなきゃいけませんね、押し合っちゃいけませんよね、今あの小林が入るところ右のアッパー見せましたけれども、はい、悪いのが中山に言わせると非常に怖いそうですね。そうですね、はい、あ、両選手両方ですね、これはおかしいですよね。そうですね、ちょっとホールしてるのはね、リアスコの方ですからね。主審のジェイ・エドソンが両選手に注意を与えています。第1ラウンドからもつれ合い、そして絡み合うシーンが多くなっています。またもつれ合っています。リングの中央です。だんだんレフリーのジェイ・エドソンの注意する声も大きくなりました。左、また左、今度は当たりました。ドソンというパンチの音がしました。ロイヤル小林の大きな左のフックが入りました。ほとんど第5ラウンド時間がありません。もつれています。これコンが鳴りました。第5ラウンド終了です。第5ラウンドは後藤さんの採点10対10ですが、ワンポイントずつ減点ですね。そうそうソクラテスかプラトンか、ニンニンニーチェかサルトルか、みんな悩んで大きくなった。大きいわ大物よ、俺もお前も大物だ。人生をでっかく生きる男たちにサントリーゴールド900新発売。シェッシェッシェイクスピアか才覚か、ギョッギョッギョエテか知るれるか、みんな悩んで大きくなった。大きいわ大物よ、俺もお前も大物だ。新発売、うまさもでかいデカボトル、サントリーゴールド900、1500円。トントントンガラシの宙返り。
1972年ミュンヘンオリンピックのフェザー級代表からプロに転向しまして、いきなり A 級ライセンスを獲得しましたロイヤル小林です。18連勝 16KO、 そして11連続ノックアウト勝ちを誇りまして、昨年ニカラガのアレクス・アレゲロに挑戦しましたが5ラウンドノックアウト負け、その後パナマに遠征しまして一段とたくましくなり、ジュニアフェザーに1階級落としまして世界タイトル2度目の挑戦であります。試合は第6ラウンドに入っています。現在のところ4ポイントロイヤル小林がリードしています。また頭がぶつかまいました。顔面痛そうです。ロイヤルちょっと顔面を抑えています。放送席石島さん、はい、チャンピオンコーナーですがね、はい、今はですね相手の出方を伺っているんだと、左ジャブからですねワンツーを狙えという指示が出ております。そうです、はい、かなりセコンド陣の声も大きくなってきました。まあ、後藤さん、この戦法で相手の出方を伺っているというのはちょっとおかしいですね、うなずけないような気がしますね。ボディです。左のボディーブローです。ロイヤル小林です。レクリーがジェイ・エドソン、アメリカ、ジャッジ、アモディオ、セデニオ、パナマ、そしてもう一人が日本の吉田優作です。その3人が採点をつけています。またもつれ合っています。左、ロイヤルの左がチャンピオンの顎をかすりました。左、見事顎を捉えました。また左です。ロイヤルの見事な左のフックが入りました。さあ打ち合いに持ち込むかロイヤルです。ロープを背にしましたチャンピオンです。また左、右、左から右です。ロイヤルのパンチもちょっと流れています。またロイヤルの左手を抑えました。低い姿勢からボディを狙います。挑戦者のロイヤルです。ボディから顔面です。また左、右、左、ロイヤルのパンチが当たっています。さらに左手を出したところでゴングです。ゴングは鳴りました。第6ラウンド終了です。第6ラウンドも10対8、2ポイント差がつきました。ロイヤル小林が取っています。日本のボクシング史上14人目の世界チャンピオン誕生なりますか、ロイヤル小林です。現在のところ後藤さんの採点で、10点高で6ポイント挑戦者のロイヤル小林がリードしています。これから試合は中盤の第7ラウンドです。後藤さん、第6ラウンドのですね後半のロイヤルの動きでちょっと疲れたような気がするんですが、疲れてますね、はい、疲れてますけれどね、相手も疲れますからね。そうですね、なんですが左から右、また左、ロイヤルのパンチ、メガトンパンチが当たります。渾身の力を振り絞ってロイヤル小林がパンチを繰り出します。終始低い姿勢、頭をつけますチャンピオンです。またボディを狙いました。ショートパンチを出しますロイヤルです。左から右、これはちょっと空振りです。これは大きすぎた。右のアッパーから左、右のアッパーから左です。大観衆が詰めかけました蔵前国技館。左から右です。逆に左を返しましたチャンピオンです。後藤さん、的確なですねチャンピオンのそのパンチがですねまだそれほど見られませんね、まあ、6回目ですかね、はい、いや5回目にね、右のショートアッパーがね、はい、2発ばかり当たりましたがね、それ以外はありませんね。そうですね、手数もそれほど多くありませんね。そうです、クリンチばかりですからね、
come on, break it up yourself. Punch out, punch out. 軽くボディを叩きます。挑戦者の小林です。また両者をリングの中央に呼び戻しました。石島さん、はい、挑戦者コーナーですがね、はい、とにかく小林選手が冷静に試合が行きたいんで絶対いけるんだと、あ、いい感じに当たりましたね、いいパンチが入ってます、はい、とにかく先手先手でいけと、はい、先にパンチを出せということを指示してます、そうですか、はい、いいパンチが入っています、ロイヤル小林です、試合は第7ラウンド、また左、ロイヤルのいいパンチが入りました、しかしもつれてアッパーを突き上げます、チャンピオンのリゴベルト・ディアスト、チャンピオンがダウンした、顎に入りました、ようやく立ち上がった、さあカウントレートで立ち上がりました、ロイヤル小林の左が入りました、おっとこれ右は大きい、ロイヤルチャンスだ、挑戦者のロイヤルチャンスです、右から左、チャンピオン棒立ちになった、チャンピオン棒立ち、ロイヤルの左から右、ロイヤルのチャンスです、さあロイヤル左から右、ロイヤルが追い上げる、左、右から左、ロイヤルの強烈なパンチが入っています、ロイヤルの強烈なパンチが入っている、ロイヤルチャンスです、ロイヤルチャンス、ダウンを1回取っている、ロイヤルアートニートラルコーナー、チャンピオンのアーゴンガゴンガゴンガ鳴った模様です、あーっと足がもつれている、ゴンガ鳴りました、ゴンガ鳴りました、第7ラウンド終了です、第7ラウンド終了、後藤さんの採点は10対6、挑戦者のロイヤルが取りました、今ゴンが鳴りました、第8ラウンドに入りました、もう場外はわーっという大歓声でゴングの音も聞こえません、ちょっとこれはスリップです、ロイヤル小林がもつれ込んでる相手をちょっとマットに取り、あっと右、ロイヤルの右、またダウン、ダウンです、ダウンダウンダウンです、ロイヤルの右が入りました、第8ラウンドチャンピオンがダウンです、カウント8が数えられました、ロイヤルの右、ロイヤル左、場外は騒然です、また崩れ込んだ、また崩れ込みました、チャンピオンです、あ、これはスリップだ、レフェリーはスリップと判定しました、ロイヤルの右、ロイヤルの右です、あっとレフェリーのジェイエルソンが止めました、レフェリーのジェイエルソンが止めた、ロイヤル小林、ロイヤル小林、日本で14人目の世界チャンピオンになりました、ものすごい騒ぎです、ロイヤル小林ノックアウト勝ち、ロイヤル小林タイトル奪取に成功しました、見事ノックアウトで破りましたロイヤル小林です、もうリング上は大変な騒ぎです、後藤さんやりましたね、ついにやりましたね、他のもんですよね、本のない勝ち方ですからね、ロイヤル小林見事にやりました、日本のボクシング史上歴代14人目の世界チャンピオン、見事にやりました、第7ラウンドにダウンを取り、そして第8ラウンド2度目のダウンでレフリーのジェイ・エドソンが止めました、試合を止めました、認定賞の授与です、ロイヤルの強打が爆発しました、ロイヤル小林の強打爆発です、ようやく笑顔が浮かんでいます、ロイヤル小林見事にやりました、見事世界チャンピオンになりました、あの和島浩一が負けまして5ヶ月間世界チャンピオン不在の日本ボクシング界に見事世界チャンピオンのタイトルを奪取しました、コーナーに座り込む前チャンピオンのリゴベルト・ディアスコです、この瞬間にチャンピオンの座が入れ替わりました、新チャンピオンロイヤル小林です、ここでノックアウト勝ちしましたロイヤル小林に勝利者トロフィーの贈呈です、
回目48秒というアナウンスが聞こえました。ロイヤル小林が見事やりました。 NET テレビ長里運動部長から勝利者トロフィーです。ようやく笑顔が浮かびました。新チャンピオンのロイヤル小林、正式なジャッジペーパーが参りました。第8ラウンド48秒、ロイヤル小林のノックアウト勝ちです。そしてスポーツ日本新聞社の花形事業部長からも記念品が贈られています。そしてスポンサーを代表しまして、永谷園コンポ永谷副社長から勝利者賞としてトロフィーの贈呈であります。リング上は大変な騒ぎになりました。それではお知らせを挟みまして、この後新チャンピオン誕生、ロイヤル小林に早速喜びの声を聞いてみたいと思います。おめでとうございました。どうもありがとうございます。見事なノックアウトだったです ね。おかげさまで、はい、皆さんの応援のおかげです。これはもう素晴らしかったです。ありがとうございます。予定通りのね、はい、予告通りの第8ラウンド KO じゃないですか。そうですか、僕そんなこと言いました。7回か8回って言ってますけどもね、見事でしたね。いや今日はね、できるだけ大振りしないね、つもりでね、はい、池田会長に言われたしね、はい、いろんな人からね、とにかく小さく振っていけって、ね、言われてましたからね、それできるだけ頭に入れて、はい、もう最後の左フックとかね、右フックはね、手応えありました。手応えはあったんです、右フックはね。左フックはカスタムだったんですけどね。ああそうですか、はい、とにかくね、最初から非常に冷静でしたね、今日は。そうですか、はい、とにかくね、控えずでね、もうね、お父さんお母さんね、はい、一生懸命やるから、はい、しっかりね、はい、しっかりやりますから見ててくださいってね、心で思ってやりました。おかげで、落ち着いてやりました。そうですか、熊本からのね、たくさん来てくれたしね、たくさん見えてます、発表来てね、熊本から見えてますよね。それだけにね、やっぱ落ち着いてやらなきゃってね、ジャパンの、ね、山口社長もね、はいはい、お世話になってますから、時々ね、カーッと来る時も今まであったんだけども、今日はもう終始冷静だった。いや、やっぱりカーッと来ましたよ。そうですか、彼がほら、あんまクリッチがね、はい、あのが嫌だったでしょ。そう、あれ一番頭きましたね。左腕はね、しびれた途中、3回か4回ぐらい、はい、だから手が上がらなくなった。これはやばいなと思ったけど、左腕がね入ったからね、はい、よし俺の勝ちだと、今まで左腕で倒した場合はね、はい、どんどん物にしてますから。そうですね、やっぱりなんとかどうにかやれるかなっていう感じがしました。もう新しい KO だったんですね、今日も。おかげさまで、はい、それでね、チャンピオンもね、はい、左 そのリードパンチ、それからボディーブローとかですね、それから足が危険だろうと、はい、いうこともあったんですが、どうでした、その辺は。いや、ただね、クリンチしてからの右フックがね、前ほら、ちょっとね、はい、練習でやれてたところがやっぱりしつこくやられたから、はい、ちょっとね、あれが嫌だったけども、もうね、とりあえず僕はいくら打たれても、いくら怪我しても、もう死んでもね、行くつもりでしたから、はい、そういうのはもう、へとも言わないんです。だってもうあれほど減量したんだしね、苦しかったしね、はい、苦しい時のね、コーナーに帰ったら俺は苦しんだんだ、そう思い聞かせてね、そうでしょうね、一生懸命やりました。とにかくあなたはミュンヘンのオリンピックでね、参加して、そのアマチュア出身ではね、日本で初めての世界チャンピオン、日本で初めての世界チャンピオン、アマチュア出身では、そうですね、大変だね、これはボクシング界の功績だと思います、はい、またこれからも一生懸命頑張って、そうですね、防衛、和島先輩とかね、いろんな先輩のね、後を見習ってまた頑張ってきます。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。新チャンピオン誕生です。喜びのロイヤル小林選手のインタビューでした。それご覧のように放送席の周りはすごい人です。改めて放送席にロイヤル小林さん、新世界チャンピオンをお招きしました。小林さん、はい、改めておめでとうございます。どうもありがとうございます。どうですか、今リングを降りてきて、正直な今の気持ちは。でもまだなんか実感が湧かないですね。ただ勝負に勝ったというだけで、チャンピオンになったという実感が全然まだ湧かないです。そうですか。先ほどもですね、リング上で三好アナウンサーが聞いておりましたけど、はい、作戦としてはね、はい、第7ラウンドか第8ラウンド、まあ、この2つのラウンドで勝負をかけてノックアウトという作戦通りだったんじゃないですか。そうですね、ただ自分はね、もうリングに上がってからはね、全然そういうこと考えないで、とにかく頭には小さいことんだ小さいことんだと自分で言い聞かせてね、はい、やってました、うん、時々大振り出たけども、やっぱりその後もやっぱり小さく積んだって、やっぱりチャンスの時はね、はい、ついもういいだろうと思ってね、左腹が当たってね、もう大振りでもね、当たりそうな気配がしたが、なんとなく言ったんです、放送席でね、後藤さんとも話してたんですけれども、チャンピオンがああいうボクシングでしょ、はい、ですから小林君がね
いつこのカットしていくんじゃないかという気運があったんですかね。やっぱり内心カッカ来てましたよ。そうですか。彼がレクリンジしてからね、腹打つんですよ、とにかく。あれ汚くてね、僕もね、相手の頭打ってたけど効果なかったですね。そうね、クリンチした時にヘッディングされたでしょ、あれヘッディングですよ。それからホールドされてほとんどもう抱え込まれたんですからね。あれはね、やはりレフリーがやはり注意しなきゃいけませんね。両方にしてましたけどね、あれも一歩的にしてたんだからそれやりやってもらわないと。小林さんね、はい、第7ラウンドで最初のダウンを取ったでしょ、はいはい、この時はどうですか、もうこれでいけると思いました。いや、それあの時ね、左フックだったと思いますけどね、自分ではね、何気なく振ったんですよね。いつもね、ダウンされるのあのパンチなんですよね、はい、これ、今夜はいけそうだっていう感じはしました。そうですか。それとですね、第8ラウンドに入りまして、ダウンを奪ったと。もうこの点はもう十分にノックアウトで勝てると。いや、でもね、反面ね、やっぱり振り抜く感じ、頭はね、やっぱり僕ね、やっぱり上がっているようで、やっぱ案外落ち着いた、自分ではね、落ち着いたと思います、もうこれはフリーダウンだっていうことね、自分でやっぱ分かってましたから。そこまでは冷静だったわけですね。それとですね、小林さんよくね、はい、その相手が倒れると自分がそのニュートラルコーナーで待ってね、もう立ち上がってくれなと思うそうなんですけど、あの時の小林さんの気持ち、その冷静な、ね、小林さんでどう思いました。やっぱり立たなきゃいいなって思ってたんですよ。当然ですよね、立ってきたらもう一度という、そうですね、小林さんはね、人も知るそのお酒好きなんですけれども、はい、これで、今晩のお酒は美味しいんじゃないですか。そうですね、今夜はちょっと飲ませてもらいます、はい、しかし会心の試合だったですね。そうですね、もうちょっと、でもやっぱりもうちょっと左がね、左ストレートを当てたかったですね、まあでも、あれです、贅沢です素直に喜びます。そうですか、はい、今ですね、小林さんもね、10キロ以上の減量でね、はい、フェザー級からなおかつですね、ジュニアフェザーまで落として、そして、新チャンピオンになって、一番今やりたいことは何ですか。今ね、もうゆっくりね、とにかくゆっくりしたいです、うん、もう体重のこと考えないで、測り見ないで、しばらく測り見たくないです。そうですか今日はお父さんもお母さんもね、はい、この会場にいらしているそうで、はい、きっとお喜びでしょうね。そうですね、もうやっと親孝行ができます。そうですね、しかし自分でですね、終始こうカットしちゃいけないという、しかし自分でしたと、ね、言ってましたけどね、はい、ここでちょっと小林さんで、はい、リアスコの談話が入ってるんですけどね、小林選手は非常にいい選手だと。で、気候がですね、寒くてちょっと減量にうまくいかなかったと。ただそれはですね、減量は決してその負けた原因ではありませんと。ただ疲れたと、そう言ってるそうですけどね。小林さんとしては疲れは感じられるじゃん。いや、やっぱり疲れましたよ終わってほっとしました。チャンピオンになった嬉しさよりも終わった方が、終わったほっとした方が強いですね、今はね。まあ、はかりをね、見たくないということですね。この減量の期間ですね、はい、ほとんどあれですよ、食事らしい食事は取ってなかったんでしょ。そうですね、肉ね、150g 1日それだけで、とにかく1ヶ月以上過ごしてきたし。でもね、仕事だからと割り切ってやったけども、やっぱり夜、ね、眠れないことがね、だいぶありましたよ。そうですね、はい、ぐっすり眠りたいです。その減量ですけれども、非常に小林さんだけどうまくいったんじゃないですか、今回は。はい、そうですね、この度やっぱりずっと長くかけたから、フェザー級時代よりもね、むしろね、良かったかもしれないです、はい、ただとにかくもう慎重に慎重にやってたから、その意味ではね、今度8月が伸びたでしょ、2ヶ月、ね、 はい、あれが結局幸いしましたね、伸ばさず2ヶ月間 ね、 ですね、じっくりかけて落とすことができたから、あれもね、やっぱり僕頭、本当最初頭きたんだけども、でもそれをね、いい方にとって、俺のね、これで俺の練習する量はね、もっと増えたっていう、やっぱりそう、悪いことね、いい方にね、とってね、いやー、それはね、大きな成長ですよね。やっぱり自衛隊時代のね、恩師の前原先生もね、手紙が来てね、そういうことね、じらされるんでね、自分のね、マイペースでいけっていうね、励ましのあれをもらったしね。そうですね、そのおかげです。それと小林さんね、もう本当にのんびりしたいところね、はい、悪い話なんですけれども、はい、次がね、その一応60日内の防衛ということで、はい、連投金ですよね、はい、もうすぐしかし入らなきゃいけないんじゃないですか。そうですね、もうしばらく1週間も休んで、はい、また練習に入ります。あ、そうですか、はい、ちょうど小林選手の後ろにですね、高橋義則会長が来て、会長に一言伺いたいんです。会長どうもおめでとうございます。
どうですか会長の今の気持ちは。夢じゃないだろうね今のね、夢ではないだろうと。あしかし会長はね、初めはロイヤル小林選手をですね、はい、会長のジムに入れてから3年間で世界チャンピオンと、はい、いうことをおっしゃってましたけれども、はい、まあ1年ちょっと伸びましたけどね、はい、よくやってくれました。どうですかコーナーで会長今日ね、小林選手の試合を見てて、はい、落ち着いて見てられました。いやそうでもないですね、まあ小林が今度はですね、今度自分の10キロ以上の減量ですね、はい、まあサウナを使わないで落とせという約束をですね、うん、きちんと守ってくれましたしね、はい、何回やってくれるという、まあ、気持ちはありましたけどね、まあ、やっぱり落ち着いては見ていられませんでしたね。そうですか、はい、まあ非常にクリンチが多くてですね、はい、小林選手はカットするんじゃないかと私ども思ったんですけどね、最初はですね、まあ、小林の細かい連打で接近戦で打ち合うというまあ、方針だったんですけれども意外にクリンチが多かったもんですから、はい、もう小林の先方に任せましてね、うん、5回後からですね、これ8回ですね、はい、私は7回か8回には絶対追いつけると、うん、いうこともですね見事的中しましてね、はい、本当によくやってくれたと思いますね。そうですか、はい、はい、喜びの高橋会長にお話を伺いました。小林さんすいませんもうちょっとお願いします、はい。どうですかこうやって自分のですね、試合のビデオを見て今の気持ちはだんだんこう嬉しさがにじみ出てくるんじゃないですか。いや本当に今ほっとしてます。とにかくそうですか、はい、まあ一つですね、ゆっくりとお休みになってください、はい、どうも本当に疲れてるところすみませんでした。どうも皆さんおめでとうございます。ありがとうございました。新世界チャンピオンになりましたロイヤル小林にお話を伺いました。それでは第8ラウンド48秒ロイヤル小林がノックアウトでリゴベルト・リアスコを破りましてチャンピオンになりました。